須田さんようこそお越しくださいました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三、え、十、ー、周年を迎えたマウントレーニアの新しいロゴです。はい。はい。もうあの本当に嘘偽りなくほぼ毎日飲んでるマウントレーニアなので、はいえー、そんなマウントレーニアの新しく三十周年のロゴとともに今日は、えー、登壇できたこと本当嬉しいです。あの誰よりも飲んでる自負はあるので、<laughs> はい。 ふさわしいですね CM キャラクターに,にいやありがとうございます、はい、であの本当にいろんなシーンで飲まれるということで、うん、今日は写真も持ってきてくださったというので皆さんにご覧いただきましょうはい一番この須田さんに近い側は本当にくつろいでるシーンですねそう,そうですねこれ楽屋ですか楽屋ですねこの間こう武道館でライブをさせてもらったんですけど、はい、その時の楽屋で何からもうあの僕の音楽チームとかは、はい 僕に会うたんびにマウントレーニアをこう用意してくださるというかもうみんな分かってるから、はい、そうですねだ<あ>から毎回こういっぱい持ってきてくださって必然的に僕の周りのスタッフ陣も飲むっていうじゃあもう CM キャラクターになられる前からそうです、ね、楽屋にはもうマウントレーニア入ってたとか、うん、そうですねとかまあ自分で買ってったりとかそうなんですね、はい ですね。この中央のはすごいこうね。いいしずる感がある。感じかっこいいですね。<は>この写真、これはどなたが撮られたんですか？うちのマネージャーじゃないかな？お<ー>これめっちゃいい写真ですね。すごい素敵ですよね。なんかちょっとかっこいい写真撮れただろう。みたいな。<laughs> うちのマネージャーのいきりを感じる。いい写真ですね。これね。<laughs> ですねちょっとこうなんか魚眼じゃないけど、なんかこう。奥行きがいや。ちょっとピンと前にみたいな。<笑><笑> 背景ぶらしてみたいな、ちょっとなんかテクニック使ってやがるなっていう、いい写真はいですね、はい、で、メイクをする時にも、うん、っておっしゃってましたもうまさにそのシーンですか、はいそ,うですね、そうですね、だからうちのヘアメイクさんに聞いてもらったらよくわかると思いますけどす常にこう、お菓子で飲んでますね、うん、実はマウントレーニアと同じく今日2月21日は須田さんお誕生日なんですおめでとうございますありがとうございます しかも須田さん、はい、マウントレーニアと同い年の30歳を迎えられたって同じ93年2月生まれでしょう、はい、もう俺にとってほぼ中野大河みたいなもんなんでっびっくりしますよね <laughs> そうですね、はい、それはでも本当、なんか不思議な縁だなと思いましたはい。ね、同じ30周年で、はい、光栄ですねお誕生日プレゼントをご用意させていただきました、はい、ありがとうございますこちらです 本当におめでとうございますななかなかお誕生日の当日にこういう会場でケーキをプレゼントた、ね、いと申し訳ないなんかいやーありがたいですし須田さんはですねどんな30歳の男になりたいですかまた具体的な目標が何かありましたら教えてください。うんえー、どんなうーんなう まあそれを見つけていく30代になればいいなとも思いますしでもまあ今回の,、ね、そのテーマの,この優しさみたいな優しくな,りなれるようにじゃないですけどうん、まあ、業務的にもやっぱり人に関心があったり興味を抱いたり愛情を持って接する仕事だったりもするのでなんかそういう優しさはこうもっともっと膨れていったらいいなとは思います。はい はい、えーと、そうですね。今日本当30歳という、あのー、ことなんですけれども、えー、マウントレーニアも30周年で、えー、お互いになんか不思議な縁を感じております、えー、いいスタートが迎えられてすごく嬉しいです、はいえー、マウントレーニアのように優しい存在になれたらなと思います今日は本当ありがとうございましたありがとうございました。 新 CM キャラクター須田雅紀さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました